アレクサンドル・アントーノフ・アレクサンドル・ステパーノビチ、アントーノフは、ロシアの政治活動家、SL 党員。ロシア内戦中の1920年、タンボフ州で最大規模の反ボリシェビキ反乱を指導した、モスクワ出身。アントーノフは1906年に SL に入党し、1908年から1917年まで政治活動により、シュベリアへ追放されていた。 1917年のロシア革命で自由の身となった彼はタンボフ州でアントーロフの反乱あるいはタンボフの反乱と呼ばれる反乱を起こした。この時放棄した農民は数万人に上り、一時はタンボフ州全域を接見した。ウラジーミル・レーニンは内戦の英雄であるミハイルとハチェフスキーを中心とする赤軍5万人を派遣し、 裁判なしでの農民の射殺や毒ガスの使用などの残虐な方法により、ようやく鎮圧に成功した。アントーノフは、1922年に、逃亡先の田んぼ府県ボリソグレープスキー群、212シブライ村でチェーカーによって、兄弟のドミートリと共に銃撃戦の末に、殺害された。ありがとうございます。